赤チームキックオフお願いします。さあ行きましょう。アイザスフットサルパーク渋谷、まずはガチの1戦目、赤チーム対 B ブナッシュチームナディ。サイドライン赤ボール。さあまずは立ち上がり先制点狙っていきたいところ、中央ここはフォローが早いナディ。さあ右サイドプレッシャー2枚、うまい、いやここは3枚目でカット、赤チームナイスです。さあ右サイドに預けて縦に流れてくる、そのままドリブル中央すればストーラーズ。さあカウンターチャンス、ナイスクリア、風で戻されるもサイドラインビブラシボール。さあまずは立ち上がり両チーム様子見。さあ左サイド2枚、ここは近くに預けて右サイド縦から、ここもゴール前チャンス、ワンタッチ戻しはかと。さあカウンターチャンスライディ、ナイスブロック、サイドライン赤ボール。さあ両隅中央ターンしてドリブルシュートは、いいやらすぎこぼれは、いや押し込めず。さあ今度はビブラシボールのカウンター3対2、両サイド早いシュートはキーパー危ない、いやそのまま詰めて、まずは先生ビブラシムナイスゴール。さあ立ち上がり1分決めてきたのはビブラシム1対0、いきましょう。赤チームすぐに取り返したいところ、中央ポストプレー左サイド展開、そのままドリブル行かせない、2枚で対応ない、ナイスです。さあここはサイドライン赤ボール、赤ボールです。さあ左サイド赤ボールですね。さあいきましょう、ワンタッチ、ワンタッチですか、大丈夫ですね、赤ボールでいきましょう。さあ左サイドから一旦後ろ赤チーム、中央から右サイドプレッシャー。さあここは狭いところ通せず、縦にはつながらないか、サイドライン赤ボール。さあ右サイド赤チームいきましょう。さあ立ち上がり1対0、そのまま通らない。さあここは流れてサイドライン赤ボールが続く、中央速いボールナイスブロック。さあカウンターチャンス、右サイドは読まれてるラディ。さあここは個線こぼれた球は赤チームキーパーから左サイド縦に1枚、中央ポストプレー、そのままターンして左サイドオーバーラップ。さあ浮いたボールはビブナシマ回収。さあまずは立ち上がり1対0、ロングボールをし、で両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ赤ボールから再開ミドルシュートいやー惜しい、これは決めきれず。さあ行きましょう、ビブナシボールから再開、1点リードはビブナシチーム。さあ中央ドリブル持って上がってくる、そのままドリブル一旦後ろ、赤チームもしっかりと3枚横並びプレッシャー、ナイスでいい。さあ前から奪い取りに来るのは赤チーム、左サイドドリブルサイドに取りましょう赤ボール。さあ右サイドから赤チーム中央に預けて、ここも切り替えが早いビブラシチーム、そのまま中央、いやーこれはミスキック。さあ今度はビブラシチームかわしてうまい、左サイドから3対2浮かすとボールゴール前、いやーキーパーナイス、ここはしっかりキーパー反応、ナイスナイスキーパー。さあそのままドリブル持って上がって左サイド展開、縦に1枚預けて逆サイドフリー。さあここは囲まれるフォローが欲しいところ、中央抜け出して中央、さあそのままシュートは枠の外欲しい。さあ残り半分、残り時間半分いきましょう、1対0のままビブラシチーム1点リード、そのまま中央1人かわしてドリブル、右サイド狙ってる、そのままゴール前、いやナイスキー、左足1本。さあここはルーズボール残してビブラシチーム縦には繋がらない。さあ赤チームゴール前角度がいい、ナイス切り返して残してナイス、いや打てるか、ナイス、あー惜しい、これは角度がない惜しいビブラシボール。さあ赤チーム決めきれず1対0のまま、まもなく終盤戦、中央ポストプレー、そのまま預けてゴール前シュートでナイスブロック、ゴールの左足、いやー惜しい、ここは振り切れず赤ボール。さあ追加点狙いに来るビブラシチーム、中央プレッシャー、前から来るのはビブラシチーム。さあ今度は左サイドに展開、中央ポストに1枚、さあ右サイド縦になかなかボールが入れられないか、今度は左サイドプレッシャー、ビブラシチームは前から来る、ないでい、さあそのままサイドライン、サイドライン、ごめんなさい。では先にキーパー交代です。両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ行きましょう、残り2分、残り時間あと2分で1対0、ビブラシチームリードのまま赤チーム追いつきたいところ、そのままミドルはケツに当たってサイドラインビブラシボール。さあ追加点が欲しいビブラシチーム、左サイドがニアサイドに1枚流れ込んでくるゴール前、いってほしミドルシュートカット。さあカウンターチャンス2対1、そのまま縦にワンツーつながらない欲しいビブラシボール。さあ左サイドから速いボールは赤チームが回収、そのままダイレクトこぼれ球拾ってかわしてナイスでいい、そのままゴールライン。さあコーナーキック赤チームチャンス、ニアサイド速いボール合わせきれず欲しい。さあ残り時間があと1分30秒、右にはたいてここは落ち着いてつないでくるビルラシム、中央ポストに1枚ナイスボール、そのままターンして右サイド欲しい、パスが流れた赤ボール。
さあ残り1分、残り1分、1対0、 B フラッシュもリードのまま、左サイドでかい、そのままオーバーラップ、中央に折り返し3対2、チャンスは赤チーム、ボールがつかないか。さあ一旦後ろ、さあ大事にスライド、ミドルシュートはキーパーの前、いや押し込めそうし、さあかき出したボールは赤ボール。さあ残り時間1分来てきたところ、1点差、さあ最終ラインからキーパーも高い位置を取ってくる赤チーム、右サイドで展開、そのまま中央折り返し、ヒールで流して、ヒールで流して、 DRS ブロック、ここも固い守り、ここも混戦抜け出せず、ビブなしチーム、ゴール前チャンス、ヒールはキーパー、コーナーキック。さあ赤チーム攻めきれず、残りが30、1対0のまま、さあニアサイド速いボール、いやカルマ打ち切れない、クリア。さあこぼれのままビブなしチーム、ミセントキープ、そのまま中央また抜き、うまい、ワンツー抜け出して逆サイドフリー、いやここで追加点、ダメ押し、2対0。さあ行きましょう赤チーム、ラスト、ラストワンプレー、決めてきたのはビブラシチーム、2対0。さあ1点返して終わりたい赤チーム、そのままサイドライン、まずはビブラシチーム勝利、2対0、 ありがとうございます。ここで2戦目、行きましょう、お願いします。さあ1戦目はビブナシチームが勝利、赤チーム勝ちに行きましょうか、中央、さあここでいきなりカット、一旦後ろ、さあまずは立ち上がり落ち着いていきたい赤チーム、中央ドリブルかわしていけるか、ここは3枚で頼らない、さあ今度は左サイドフリーで受けて、長いボールはヘディングカット、さあこれはお見合い、流れたボールはビブナシチーム回収、そのまま中央ドリブル右サイド縦に1枚、預けたボールは息が合わない、さあ今度は赤チーム右サイドドリブル仕掛けていく、中央突破、右サイドでかい、さあ切り返して中央ナイスタッチ、そのまま中央左に預けたボールはナイスクリア、赤ボールコーナーキック。さあまずは赤チーム先制チャンス、ニアサイドに1枚、さあここは一旦後ろ、ミドルシュートはサイドライン、赤ボール、赤ボールサイドラインです、いかがですか、赤ボールですね。さあ行きましょう、赤ボール右サイドから立ち上がり1分押し込んでくる、ビブラッシュもしっかりと腰を落としたいいディフェンス、浮かしたボールダイレクトは、これはジャストでいくぞ、そのままカウンター、キーパー出てくる、ナイスキー、こぼれても危ない、キーパー出てくる、ゴール前見せろな、シュート、いやーナイスキー、ニアサイドギリギリ、さあビブラッシュム中央走り込んでくる、ファーサイド1枚フリー、いやー惜しい、ダイレクトシュートはバーの上。さあ今度は赤チームの攻撃、右サイド縦に預けたボール、トラップ流れて狙ってるのビブラシチーム2枚投げ、そのまま左まで流れて繋がらない、赤ボール、さあ右サイド早上がり、風に戻されてビブラシチームが中央カット、浮かせたボールはここは赤チームしっかりと肩でダイレクト、さあこぼれ球はもう一度赤ボール、左サイドコントロールできるかナイス、そのまま3対2、右サイドオーバーラップ、さあここは左に預けて中央ドリブル、そのままシュートは、いやー強烈、これは鋭い、まずは先制赤チーム1対0、中村さん先に両チームキーパー交代、先に両チームキーパー交代していきましょう、さあ行きましょう、ビブラシチームの世界行きましょう。さあまずは立ち上がり終了間際、決めてきたのは赤チーム、また前からカット、そのまま浮かして左足はキーパー正面押し、さあビブなしボール、キーパーからロングスローは、そのまま流れて赤ボール、さあ赤チーム1点リード、中央右サイド展開、そのまま中央流れてくる、縦に仕掛けてくるか、ここはドリブル行かせない、ここはいかせない、こぼれ球シュート、ナイスブロック、さあチャンス2対1、ミゼルが3対1、これはシュート、いやこれは止められない、ナイスゴール、あっという間、さあ先ほどのゴールから40秒、決めてきたのはビブラシム1対1、さあいきましょうか、追いつかれた赤チーム、どう攻めるか、左サイドスルーパスカット、そのままダイレクト縦に預けるシュートはサイドレット欲しい、赤ボール、さあキーパーから赤チーム右サイド、前にはスペース、そのまま縦に預けてドリブル、うまいヒールで中央折り返しをカット、ビブラシチーム内でいい、さあそのままかわしていけないが内でいい、しっかりとついてくる、さあ中央ドリブル右シュート、これもわずかに枠の外、さあ残り時間半分、残り半分1対1の同点、キーパーから中央、さあポストに1枚、ロングボール右サイド、いやトラップを収めきれず惜しい、赤ボール、さあ左サイドが中央フリー、そのままドリブル、ミドルシュートは枠の外押し、積極的に狙ってくる赤チーム、さあどちらが追加点取るのか、1対1、中央ポストプレー、ダイレクト右に挟んでファーサイド、うまい、いや
惜しい、これもトラップ流れて赤ボール、左サイドでかい、前からプレッシャー、ビブラシーム、さあ今度は右サイドオープンスペース、さあ終わった後には行かせてくれないかネディ、さあ2人で対応ネディ、赤ボール、さあ右サイドから赤チーム追加点が欲しい、2戦目中央から左サイドでかい、さあここはペースダウン、一旦後ろ中央ポストプレー、そのままターンして右サイドシュートはブロック、こぼれ球もう一度赤チーム、もう一度右サイドから、ここは3枚で対応カウンター、さあ速いドリブル3対1、右サイドから逆サイド、いやー惜しい、これも攻めきれず、でごめんなさい、先にキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます、さあ残り2分、残り2分1対1の同点、行きましょう、左サイド残したボール中央、さあポストに1枚、狭いところ通していけるか、かわせない、ゴール前左足押し、ここは打ち切れず、さあそのままゴールライン、行きましょう、ワンタッチ、ありがとうございます、ビブラシボール、あコーナーで行きましょう、ビブラシボールコーナー、さあ右サイドからビブラシボールのコーナー、ゴール前には誰もいないか、ニアサイド長い足ナイスブロック、そのまま中央に上げて縦に早上がり、いやこれもトラップ流れてビブラシムがカット、ナイディビブラシボール、さあ残り1分、残り時間1分、1対1の同点、プレッシャー赤チーム、前からカット、さあチャンスになるか、切り返して右サイドシュートはキーパー正面、さあこぼれ球欲しいサイドライン赤ボール、さあ残り1分、1対1同点、プレッシャービブラシム右サイド展開、さあそのまま縦に勝負に来る、2人で対応、ビブラシムの硬い守り中央に預けて左サイドフリー、さあゴール前待ってる中央ブロック内で、さあクリアボールは赤チームは回収、ヒールで流したボールそのままカット、あとは決めるだけ、ゴール前内で、いやナイスナイスディフェンス、さあロングスローダイレクト落としてカットはビブラシチームか、行かせない赤チーム、フリーでバーに直撃欲しい、決めきれず、さあ残り30、キーパーからいきましょう、さあいきましょう、ビブラシボール、ビブラシボールキーパーから、さあ残り時間が30秒、ロングスロー、ここはキーパー出る、こぼれ球左足、いやールーズボールを仕込んだのはビブラシボール、さあこれで2対1、ラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレーで決めてきたのはビブラシム、2連勝間近、そのままドリブル中央、さあ行かせないビブラシム、ラストワンプレー、さあ中央ゆっくりとキープして右サイド前からカット、さあ同点で終わりたい、ナイスクリア、ありがとうございます、2戦目ビブラシム2連勝2対1、ありがとうございます、で赤ボール結果まで中央から行きましょう、ありがとうございます、さあ行きましょうか、3戦目お願いします、さあ3戦目どうなる接戦両チーム、さあダイレクト右サイドが中央ダイレクト、いいパス回しナイス、そのまま右に離れて中央前、いやー惜しい、ここはトラップ流れてキーパーがっちりガッチリ、さあ今度はビブラシムの攻撃、右サイドフリー、そのまま縦には行かせず中央切り返し、さあ今度は左サイドしっかりとついてくる惜しい、逆サイドはサイドライン赤ボール、さあまずは立ち上がり先制点が欲しい両チーム、左サイドでかい、さあ1勝1敗、ロングボールはキーパーがっちりガッチ、さあ今度はビブラシム左サイド、さあここは中央に1枚縦に長いボール、これがつながるうまい、さあチャンスヒールで左サイドシュートはキーパー正面欲しい、さあ早いリスタート、赤チームここはプレスが入い、ここはプレスが入い、そのままサイドライン赤ボール、さあ立ち上がり1分、中央左サイドフリー、さあそのままドリブル持ってかって中央に当てて右がシュートうまい、いやー早い、これは早い振り抜きナイスゴール、立ち上がり1分、まずは赤チーム先制ナイスゴール、さあビブラシム取り返していきましょうか、3戦目中央から、さあ右サイドに展開、さあポストに1枚、ここは狭いところ左サイド展開、縦に1枚赤チームがパスコース切ってくる、前からカット、そのまま右サイド押し、サイドラインビブラシボール、さあ左サイドからビブラシーム中央に預けてポストに入ってくる、そのままターンして左サイドオーバーラップ、2人で崩しにかかる、ドリブル中央1人でいけるか、そのままシュートナイスブロック、こぼれ球はそのままサイドラインビブラシボール、さあまもなく立ち上がり終了間際、1点リードは赤チーム右サイド、さあ近くに当てて、さあ右サイド3人で攻め込んでくる、2枚囲まれるうまい、狭いところどうしてカット、さあカウンター3対1シュートは枠の外押し、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、先にキーパー交代お願いします、ありがとうございます、
竹島立ち上がり終わって1対0赤チームリード。さあ左サイドオーバーラップ、そのまま中央一旦戻して押し上げてくる。ブラシュロングボールは息が合わない。サイドライン赤ボール。さあ赤チームもそろそろ追加点が欲しいところ。1点リード。中央からドリブル、そのまま右に預けてオーバーラップ、中央折り返し、ここでカットはビブなしチームかなり。サイドライン赤ボール。さあ見せろ、赤チームの攻撃が続く。浮かせたボールは中央でカット、ビブラシーブ、そのままプレッシャー、赤チームが前から寄せてかかる。右サイドロングボールはミスキック。サイドライン赤ボール。さあ左サイドから赤チーム中央ワンタッチ、ゴール前抜け出してまた抜き、中央シュート、いやそのままノンステップ右足、ナイスゴール。さあこれで追加点2対0。いきましょうビブラシーブ。さあ2点差、残り時間半分、右サイド、いや行かせてくれない、ネディコーナーキック。さあビブラシチーム、まずは1点返したい。ニアサイド、ここもシュートコースがない、ナイスブロック、コーナーキック。さあコーナーが続く、ビブラシチーム、ここで1点返したい。中央から浮かせたボール、ファーサイド胸トラップ、落ち際狙ってるのはチーム。さあビブラシボール、さあ左サイドから中央ゴール前ナイス。まずは1点、2対1。さあこれで1点差、いきましょう。さあ残り時間が2分半、行ってさあ追いかけるビブラシム、中央ドリブル、カットチャンス、3対1、左サイドがドリブル、いやーループシュートはバーの上、赤ボール。さあキーパーから赤チーム、ここで追いついておきたかったのはビブラシム。さあ左サイド展開、縦に1枚、中央降りてくるビブラシムは2枚プレッシャー、左サイド囲まれる、ないでいい。さあここもカバーほしい、サイドライン、さあ行きましょう、ビブラシボール、右サイドが中央、ダイレクト戻したボール落として右サイド、ナイスからで、ね、ここは強い、惜しいがナイス、ライン際残して赤チーム、ロングボール、ナイスカット、ここはビブラシも行かせない。さあこれ以上の失点は避けたいビブラシム、1点リードは赤チーム、惜しい、サイドライン。で両チームキーパー交代です、両チーム先にキーパー交代お願いします。さあ行きましょう、残り2分、残り時間2分で2対1、赤チーム1点リード、前からビブラシーは寄せてくる。さあここもプレッシャー、ナディ取れればチャンス、敵、いやーナイスキー、こぼれ球力みすぎたか枠の上、決めきれず。さあ行きましょう、赤ボール押し込んでくるビブラシーム、左サイドでかいプレッシャー、ナディ取れればチャンス、ナディ2人でプレッシャー、ナディ、いやナイスプレッシャー、ナイスディフェンス。さあビブラシボール右サイド、残り時間があと1分、1点差。さあ見せろ、ビブラシボール中央、縦には繋がらず、さあ切り替えたい、切り替えたい、キーパーも高い位置、ナイディ、そのまま中央カット、ゴール前かわせない、ナイディ、こぼれたシュート、いやーナイスシュート欲しい、キーパーギリギリ弾き出してコーナーキック赤ボール。さあここで決めたい、赤チームシュート、いやーナイスキーパー、危ない危ない、コーナーキック。さあ残り1分、残り1分、ビブラシムが、いやーうまい冷静にヒール流し込んでおしゃれにゴール、3対1。さあ行きましょうビブラシム、残りが30秒、そこも前からカット、赤チームミドルシュートはバーの上押し。さあ時間がない、ビブナシチーム時間がない、2点差、ラスト前に1点は返しておきたい。さあロングボール右サイド、前にフリーで1枚かわせない、ナイスキーパー、ここはキーパーいい判断。さあ右サイドが中央、敵に当たって赤チームはカット、カウンター早い、ドリブルうまい、いやー惜しい、これは駆け抜けてゴールライン。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、3対1赤チームリードのままラストワンプレー、カットは赤チーム、中央は敵、さあ1点返して終わりたいビブラシーム、左サイドからゴール前、さあラストワンプレー、残したボール、さあ右サイドキーパーも上がってくる、パワープレー、左サイドシュートはキーパーパンチング、ありがとうございます。3戦目3対1赤チーム勝利、ありがとうございます。行きましょう赤チーム、キックオフでラストマッチ、さあ行きましょうか、 MVP 率いる赤チーム対ビブナシチーム。さあそのままいきなりカット、右サイド中央折り返し、さあラストマッチは8分間中央キープ、ロングボールは中央でカット、そのまま預けて3対2、中央ドリブル、右サイドは長すぎる、惜しい赤ボール。さあ中央から赤チーム、左サイドでかい、さあ今度は右サイド中央ポストに入ってくる、ここはパスコース切ってくるビブラシム、前から2枚プレッシャー、さあプレスがかかる、繋いでくるドリブル、中央ワンタッチ落として、もう一度折り返しはカット、カウンター右サイドオーバーラップ、3対1、ナイボー
切り返して、いやナディ、ここでワンタッチ赤チームナディ、クリアボール、その股でから股抜き、うまい、ゴール前で、決めきれず、惜しい攻撃、コーナーキック、ナイスキーパー。さあ、左サイドから赤チーム、チャンス、立ち上がり1分、ニアサイド寄ってくる、ショートコーナー、さあ、ここはビブラシム、しっかりとゴール前、肩の上、浮かせたボール、キーパー、パンチング、さあ、こぼれ球拾ったのはビブラシム、左サイド、早上がり、2枚で対応、前からカット、さあ、これがつながってチャンス。フリーで右サイド、いやー、打ち切れず、いや、うまい、何今のナイス、まずは先制、ビブラッシム立ち上がり、さあ、行きましょう、赤ボールから中央から行きましょう、さあ、立ち上がり1分20秒、決めてきたのはビブラッシム、さあ、ラストマッチ、赤チーム、中央ロングボールはサイドライン、ビブラッシュボール。さあ右サイドからビブナシーム近くに預けて中央、さあポストに1枚入ってくるも狙ってるのは赤チーム、ナイスです。さあキーパーまで戻って右サイド縦に預けボール、これも縦には繋がらない、ナイスです。ビブナシボール、さあ左サイド早いリスタート、逆サイドフリー、そのまま中央預けてシュート、いやらしきこぼれ前にしっかり押し込んで連続2対0。で、両チームキーパー、ごめんなさい、赤チームの方キーパー交代お願いします。赤チームの方キーパー交代お願いします。あざす。さあ、行きましょう。立ち上がり、いきなり2対0。ビブラシム2点リード。さあ、そのまま中央ポストプレー狙ってるのビブラシム。さあ、カウンター3対1。ゴール前。危ない。さあ、ここは切り込みすぎたか。赤チームはカット。右サイドスルーパス。ゴール前シュート。いやー、これも枠は捉えきれず。まずは1点返したい赤チーム、さあ右サイド、ここはリードの余裕か、つないでくるビブラシム中央、さあそのままドリブル、右サイド中央ポストプレー、さあこぼれ球拾ったら浮かせたボール、ヘディング中央胸トラップカット、ヒールはつながらずロングボール、風で戻される、右足シュート、チャンス、ゴール前、いやタイミング外れてギリギリゴール、さあこれで2対1、1点差、行きましょう。さあ中央から左サイド赤チームを追いかけてくる、一旦後ろ、さあここはポストに1枚入ってくる、右サイド展開、さあ今度は最終ライン、左サイドプレッシャー、プレッシャー赤チーム前から取れればチャンス、さあ今度は左サイドが縦には繋がらず、こぼれ球赤チームカウンター2対1、さあ本日の MVP からカウンター、いやーキーパー正面ナイスキー、ナイスキーパー、さあビブナシボール左サイド3対3、カウンターチャンス2対1、いやーミドルシュートはブロック、焦りが出たが赤チーム早いリスタート、そのまま中央打てないコースがない、ヒールは繋がらず、さあ今度はビブナシチームのカウンターいけない、シュートはナイスキー、ナイスキーパー、コーナーキック、さあコーナーチャンス、赤チームここで追いついておきたい、ニアサイドショートコーナーがシュートはブロック、こぼれはいや、ナイスキー、ナイスキーパー、さあここでループシュートブロック、さあここでクリアが入って、そのままサイドラインビブラッシュボール、で赤チームの方キーパー交代していきましょう、ビブラッシュ、赤チームの方キーパー交代です、あざす、最初ビブラッシュボールから再開、逆サイドはそのままゴールライン赤ボール、さあ残り時間半分、残り時間半分2対1、1点差、さあさあビブラッシュもそろそろ追加点が欲しいところ、左サイド縦にフォローに入ってくる、そのままターンして逆サイド早上がり、ここもついてくるビブラッシュ、パスコースがないか、右サイド速いボール、キーパー正面、さあキーパーからビブラッシュも右サイドフリーで受けてダイレクト内ボール、そのままトラップ、左足はいけないか、ここでカット、赤チームカウンター、2対1から3対2、さあ戻りが速いビブナシチーム、速い攻撃に移りたい、味方に当たってビブナシチームがカット、そのままライン際かわして強引にかわしてカウンター、中央から切り返してほしい、ナイスクリア、さあ戻りたい、戻りたい赤チーム、中央ナイスカット、1人で守りきるビブナシボール、さあここで4枚戻ってくる赤チーム、一旦中央、さあ右サイドでかい、さあ縦に勝負に来る、そのままシュートブロック、コーナーキック、さあビブナシボールコーナー右サイド、ニアサイドに1枚、さあファーサイド走り込んでくるも赤チームは対応、浮かすボール、いやー欲しい、ボレーはジャストミートできず、風でコースが変わる、さあキーパーから中央に預けたボール、赤チームプレッシャー、ビブナシム、さあ繋いでいきたい、縦に預けたボール、さあここも前から奪いに来るビブラシム、うまい、右サイド抜け出してサイドライン取りましょう、さあ左サイドからビブラシボール、後ろに預けて押し上げてくる、さあここは中央ドリブル、赤チーム取れればチャンス、フリーで左サイドゴール前、
さあ、いや、ワンツーマイ、いや、ナイスキー、ナイスキーパー、ここも体を張ってセービング。さあ、中央ビブラシチームカウンターチャンス、そのまま縦にスライド、さあカウンター前に3枚、これが風で戻される。さあダイレクト見せながらシュートまでいけないが、危ないだ、危ない危ない、あわやオンゴール。さあ2対1のまま、まもなく終盤戦、中央ドリブル突破できない、ここでカット、赤チーム左サイドフリー、そのまま中央ドリブル近くに預けて4対2、ゴール前、うまい、いやー、これもっとラップ合わせきれず。さあ今度は右サイド奪い返す赤チーム、3対1、さあここで決めておきたい、ドフリー折り返し、いやパスを選択、そのままかわして右サイド3点目、来るか、いやー、ナイスキー、ナイスキーパー、ごめんなさい、先にキーパー交代です、先に赤チームの方キーパー交代です、ありがとうございます。最後、残り2分、残り2分、2対1のままスペースがある、シュートはナイスキー、ナイスキーパー、これも中央でビブラシームはカット。さあビブラシームの攻撃が続く、さあ中央から縦に預けてナイストラップ、いやー、これも決めきれず。さあ雨が降ってきて右サイド中央カット、チャンス、そのままゴール前、今度こそ、いやー、固いキーパー。さあ左サイド折り返しはビブラシチーム、左サイドまた赤チームが前からカット、残り時間1分、ここで追いつくて、うまい、いやMVP からお膳立て、ナイスゴール。さあこれで2対2、2対2同点、あと1分、さあ行きましょう。さあラストマッチもつれてきた、残り時間1分、さあ中央から左サイドフリーで左足、いや危ない、ここはそのままゴールライン赤ボール。さあ残り時間1分切ってきて2対2同点、勝負は作る、右サイドフリー、そのままうまい、いやーこれはキーパーがっちりキャッチ。さあビブナシボール右サイド、残りが30、中央ワンツー、そのまま抜け出せるか、ナイスカット。さあカウンター3対2、中央ドリブル1人で持ってかれてヒール、流しボール、いやーこれも枠には飛ばず。さあ時間がない両チーム2対2同点、ラストは仲良く引き分けか、中央、さあ両サイドに1人ずつ、右サイドにナイスボール、さあ逆サイドフリー、中央からチャンス、ここは俺うまい、いやー狙いすぎたか、サイドネット決めきれず。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、2対2同点、勝負はつくのか、ラスト水野うまい、かわしてゴール前折り返し、ナイスクリア。さあラストカウンター4対2、さあラストワンプレー、中央ポストプレーからゴール前空振り、ダナイスナイスラストは赤チーム逆転勝利、ありがとうございます、お疲れ様でした、いただきます。本日も強風の中アディダスフットサルパーク渋谷お集まりいただきありがとうございます。エンジョイも勝ちも熱戦、お疲れ様です。もう一節ずつ、本日の MVP の方1名様発表させていただきます。本日はガチの方から長い足とキーパーの助っ人いっぱいありがとうございます。コロナ対策万全、あなたに決定、ナイスプレー、おめでとうございます。何か言ってくれますか。また来ます。ありがとうございます。